B-29 による連日の爆撃で国民の生活は悪化の一途をたどっていたが、日本軍にはまだ戦う力が残っていた。それは中国大陸にいる200万もの陸軍であり、呉で異様を誇っている超弩級戦艦ヤマトであった。だがその実情は補給線を分断されて、武器弾薬から食料にもことかく陸軍と、燃料不足でほとんど動くことのできない海軍に過ぎなかった。一方、圧倒的な物量を誇るアメリカ軍は硫黄島、沖縄の攻略を開始するなど、着実に日本本土に迫っていた。本土防衛をかけた最後の戦いが始まろうとしている。